虚勢が剥がれたところで俺の中身は結局獅子組のライオン。こんなやり方でしかあんたとの関係に決着がつけられねえ。食殺事件の犯人分かりましたよ。何？だから俺決闘してきます。さあ始めようか。あー素晴らしき世界。ルイ先輩、ハルちゃんがさらわれたんです。獅子組とかいう団体に。とにかく助けに行かなきゃ。お前みたいにノーノーと生きてる狼に何が分かる。ハルは俺がもらう。自分の獣を飼いならせよろしい。肉食獣の強さは光が当たらない場では輝けません。裏側の世界。ある人に言われたことがあるんです。なぜ自分の強さに責任を持たないんだって。俺の手で捕まえます。はい。記憶正しく生きること。誰も悲しませず。獅子組は変わった。あのガキ行かせてよかったのか。このフリーボスを守ることができやした。今すぐ強くなれたらいいのに。一つだけある。え？食殺を黙って見過ごしてもらえると思ってたのか。お前のことは絶対に許せないんだよ。あなたのそばで生きると決めたその日から。あんたも俺も泥水の味を知ってる。俺たちは似ています。俺は肉食獣が好きだ。本当の僕らは恐ろしい生き物だ。君なら分かってくれるんじゃないか、僕の孤独を。ある日突然現れた。俺たちの爪や牙は大切なものを守るためにあるんだ。私たちには距離が必要なの。僕の死の恐怖も僕だけのものだ。行けー、ネゴシー。誓います。決して無駄にはしないと。